談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの好きなところを語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅。ピアノは急に頼まれて弾かされている友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。映画キングダムを語る。前回はムタと戦った後、シンが毒矢を受けたことに気づいて、エーセイとテンがダダダッと駆け寄ったところまででした。さて、どこかに寝かされて目を覚ましたシンの目に映ったのは、優しい顔で草履を編んでいるヒョウ。シンというヒョウの温かい声、目つきで演じ分けているとおっしゃっていましたが、声もだいぶ違います。ヒョウとセイが向かい合っていたシーンでも、声も出ぬかと突き放すような、ここはヒョウに冷たく当たったというより、そんな状況にある自分への冷たさが入っていて、なんだったらヒョウが嫌がるならやらせないかもしれないというのもあったかもしれないような突き放し方かなと思っているのですが、とにかくその冷ややかに聞こえる声と、それを受けてパーッと、まさかこんな大役をと、声だけ聞いても全くの別人でした。パーッとしたところだけではなく、落ち着いて友と二人と語る部分も違います。素晴らしい。真の視界がはっきりしてくると、見えていたヒョウは幻で、同じアングルのセイが映ります。ここ10秒送りと10秒戻しでパッパッとヒョウとセイを同じ角度、同じ画角で見比べることができるんですが、いや楽しい、味わい深いです。セイの時、目元に力が入っているので眉間の盛り上がりが大きいと常々思っていたのですが、同じアングルで比べるとやはり、あと涙袋と頬骨の位置など、頬骨の位置は声にだいぶ影響しているのではないかなと思いながら見ております。で、発せられた声もやはり大王様。起きたか。はいはい、ここでもちろん、起きたくんじゃないか、起きたくんって俺だー、までワンセットです。起きたくんセット出てきちゃった人挙手。はい、先生怒んないから正直に挙手。そうですね、7割ぐらいですかね。後で職員室に来てください。で、起きたくんではない衛生様。大王なのにせっせと草履を直しながら、真の質問に答え、ここは古の王族の避暑地だ。400年前、秦国と山の民が交流するために建てられたものだ、と言っていきます。の割には綺麗だな。この、その割には綺麗というのもとても大事なところ。山の民が秦を完全に見限ったわけではないというのを、衛星もここに滞在しながら感じ取っていたのではないでしょうか。そして、シンがどうやってここに運ばれたかというと、シンの方を見もせずに、王に背負われる下僕など聞いたことがないな。くぅ、かっこよすぎ。かっこよすぎて、シンがすんごい悔しがっちゃうぐらいかっこいいです。折れたら捨てていくと言いながら、背負って走ってきてくれたわけですね。映画では山道も割とのんびり歩いていましたが、原作では尋常じゃない速さで走り続けた3人ということになっており、このシーンを背負った後もやはり全力疾走しながら、天がねえねえせい、手のかかる剣だねと言って、全くだという会話があったりします。折れたら捨てていくと言いながら、せいがシーンを見捨てなかったのですごく嬉しいんだなっていうのが可愛くていいです。暴れて痛がったシーンを見て、動くな。解毒は天がしたが、傷口は塞がっていない。痛がっているので、ちゃんと様子を見てあげる大王様、豆です。しかも、手を止めずに働き続けています。豆です。天が解毒をしてくれたと聞いて、ありがとな。天の寝息に寝てんのかよ。こう、天が出てくるときは、こういうちょっとした息を抜くポイントになっててすごくいいですよね。ずっと張り詰めてるので、てんちゃんポイント息がつけていいなと思います。そして黙々と草履を直しているせい、何か喋ってくれよ、黙ってられるとヒョウを見てるみたいで、というシンの言葉を聞いて、
手を止め腕を組んで思い出すような目をします。強い衛星様モードからちょっとふわっと人間らしい目線になって、急に存在感を増すまつげ。ヒョウはよくお前の話をしていた。その時が一番嬉しそうだった。聞いていてわかった。兄弟以上に強い絆があると。オレンジ色の明かりが目に映って、衛星の目にも暖かい光が灯るようで、なんだか嬉しいです。お前は本当の兄弟なのに弟に反乱を起こされて、というシン、ひでえ弟だな、と入ってくるテン。起きてんのかよ、テンちゃんポイント。それを受けて、反乱についての説明です。俺と弟の生協は母が違う。自分の母は舞妓で、生協の母は王族。幼い頃から半分庶民の血を引く自分を生協が認めなかったことを淡々と二人に説明していきます。認めなくても大いについたなら、王様は姓だという天の話を受けて、王は王でも飾りの王だ。と言いながら、直した草履をそっと真の寝ている台の足元に置きました。なんと、王に背負われる下僕どころか、王に草履を直してもらう下僕などもっと聞いたことがない。草履を置いて、父の在位がわずか3年で13歳で王の座に着いたこと、実権が自分にはなかったこと、この建物の素晴らしい調度のど真ん中に後ろ姿で立つ大王様が素敵すぎます。着物の丈と帯とブーツのバランスが最高。後ろ斜めのまま、権力を握ったのは、商人から成り上がった右丞相、右の丞相ですね。右丞相呂不韋のこと。そして、生協についてる左丞相、左の丞相、ケツ氏のこと。王宮の権力争いについて説明してくれました。この呂不韋というのが、生のお父さんを大いにつかせてくれた人で、20人ぐらいの兄弟の下の方で、しかも敵国に人質に囚われていたところを助け出して、たくさんの賄賂を使って大いにつかせてくれたわけで、姓のお父さんは呂不韋の言いなりでした。その言いなりのまま亡くなったので、13歳の姓が大いについても呂不韋の好き放題だったわけですね。真に、じゃあ呂不韋ってのがお前の味方なんだな、と聞かれますが、そうではない。今信用できるのは将軍君だけだ。ここでお顔を見せてくれます。そしてこの避暑地がその将軍君との合流地。珍しく顔と目線を上げ気味で、やはり目に炎がキラリと映っているのが、絶望の中に希望を見出しているようで素敵です。一夜明け、衛星は考え中、天は何かの作業中。喋り始めようとした天の口をバッと塞ぐシン。少女漫画原作の映画を見ているような錯覚に陥る、さすがザキヤマという塞ぎ方、お見事。建物の周りを囲まれています。生も警戒していますが、もしかして将軍君かもと思っているのか、あまりギラギラしていないような気がするのは気のせいでしょうか。扉が開いて、生下がれ。シンとしては昨日自分が不甲斐なかったというのがちょっとあるので、なかなか張り切っていますが、生の姿を見て兵たちはドドドドドッとひざまずく。剣を下ろして、遅かったな。めっちゃ嬉しくてほっとしてるでしょうに、威厳を保つ生様、さすがです。よろよろと歩み出た将軍君を見て、シンは生から聞いていて、決してヒョウが粗末に扱われたわけではないことが分かってはいますが、やはり直接目の前でヒョウを連れて行った将軍君を見てしまうと怒りが湧いてしまいますが、将軍君は全くそれどころではありません。もう最初から泣き声の高島さんが本当に泣かせてきますよね。まずは何よりもよくぞご無事で、もうもらい泣きしまくりです。聖様、じっと見てまばたき。ちょっとここ松田龍平さんみたいな、すごく雰囲気存在感があって、映画の質感がぐっといいなと思う表情でした。そして一歩二歩三歩、肩に手。この肩に手を置いた時に金属の音がちゃんとするのが細かいですけど素晴らしいですよね。大事だなと思います。そしてお前もな。
く。もうここでは当然将軍くんと一緒に男泣きというかおじさん泣き、電車の中で何度ゴフッと言ったことかという感じです。と男泣きしたところで今日はここまで。明日はヒョウの活躍、そしてその後の作戦について話すところ。よろしければぜひお付き合いくださいね。それではまた。